でサポーターから横断幕も出ていました。どんな言葉があったか覚えてらっしゃいますか？共に戦った熱い日々を忘れない、はい、だったかなと思うんですけど、はい、まあいえいえ、まあ、僕の方がありがとうって言いたくて、まあ一度こう仙台でね、ベルディに拾ってもらったという気持ちが強いので、まあ、そして2014年苦しいシーズンを共に戦ったサポーターが未だにああやって、先頭を切ってやってくれてるのを見ると本当にありがたいし、まあ、セレモニーでも言ったんですけど、こうチラシ配りであったり、そうい こう細かい作業ですけど、まあ、作業というかそういう活動だけど、まあ、俺はそういうのはすごく大事にしていきたかったし、まあ、彼らがアウェーでもね、こう毎試合応援に来てくれてる姿をこう見ると結果で応えたいなってもちろん思うんですけど、まあ、それ以外にもこうクラブとしてどうなっていきたいかっていうのを、まあ、彼らとこういうふうにね思いを共有することがとても大事かなと思います。はい、これからまだまだベルディは続いていくんですが、田村選手が今いる今後のベルディに向けて自分のどんなものがこう伝わっていたら嬉しいなと思われているかとか、はい、今後に向けて一言いただけますか？はい、J1 に上げるために帰ってきたのですが、今年この僕が在籍した6年間で上げることができずに本当に申し訳ないっていう気持ちと、まあ、あとはこう、まあ、この先50年っていう話はありますけど、まあ、まずはしっかり一年一年積み上げてきたものがまた振り返った時に形になっていると思うので、できることから全員が当事者意識を持ってこのクラブを良くしていくんだという強い意識と、まあ、このクラブは下部組織で育った、まあ、僕のような選手が多いですけど、でもこうブラジル人であったりその他のチームからこうベルディのために集まってくれた選手がたくさんいるので、僕は本当その選手に感謝してるし、在籍した年数じゃなくていかにその時に感じたこの熱さとかそういう熱、そういうのが大事だと思うんで、この先も新しい選手入ってくると思いますけど、ベルディをよろしくお願いしますと言いたいです。本当に13年間お疲れ様でした。はい、いつもありがとうございます。じゃあ最後よかったらテレビのカメラの方に一言お願いできますか？はい、まあ、今年とても苦しいシーズンを遅らせてしまったサポーターの皆さん、本当に申し訳ありません。昨年末に、まあ、一つの一体となってプレーオフ戦ったんですけども、今年そういう熱をなかなか生み出すことができなかったのは選手の責任だと思ってます。この先東京ヴェルディを今の在籍している若手が引っ張っていくと思うので、引き続き彼の背中を押してください。そしてどんな苦しい時もあると思いますが、まあ、戦って勝ち取ることは選手だけでは厳しいので、サポーターの皆さんと一緒に戦ってもらえれば嬉しいです。この先も東京ヴェルディをよろしくお願いします。本当にありがとうございました。